Tokyo 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 Represent の話したところさは答え間違えんな Can you hear me? 聞こえてる世界探す間に飛んでるお前の意識意味なんかねえよ気に入らねえなら倒すだけあんまいつでも試験サイコバイオレンス誰も俺を縛ってくれるなお疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとご報告があるんですけど、彼女オーディション。彼女オーディション。はい。締め切らせていただいたんですけど。あ、締め切ったもん。はい。あれから2週間だっけ？そうですね。一応2週間期限なんですけど、まあ、結果から言いますと、うん、2人連絡が来ました女性から。おお。まあ、正直1人も来ないと思ってたんで。まあね、俺も思ってた。ですよね。うん、だからお2人も来たと思ったんですよ。うん、1人はなんか。返信こっちがすぐ返したんだけど、既読無視だったから、まあ、もしかしたらちょっとふざけて送っただけかなっていう。でもう一人の方は、うん、本当にずっとやり取りしてくださってで話をしたんですけど、うん、その女性がなんか四国の方に住まれてる方で、で、まあ、仕事の都合でちょっとこっちに来られないから、うん、来てもらえたら会えるかもみたいな感じ。あ、こっちが。そうですね。だからやっぱどうしても四国だと離れすぎてるじゃないですか、うん、名古屋とかじゃないから、うん、ちょっと難しいっていう話になりまして、で、まあ、一応日時を決めて、うん、前もって例えばこの日に電話でちょっといろいろ話しましょうとかだったら可能だけど、ちょっとこっちに来ることができないっていうお話だったんですよ。なんで、まあ、実質ゼロ人ゼロ人で私たちが四国に行くのもちょっと今すぐには無理じゃないですか。撮影もあるから、その方も多分お忙しそうな感じだったんで。ああ、ちょっとそうなんだ。でも多分本当真剣に応募してくださったと思うんですよ。結構やり取りしたんで。それは熟女、熟女じゃん。はいはい、熟女でしょ。その人も。そうですね、美熟女。すごい綺麗な方でした。あ、顔とか出てたのね。めっちゃ綺麗な方でした。本当美魔女って感じ。マジかよ。マジの美魔女でしたね。なんかそう熟女とかじゃないですよ。なんか美魔女。美魔女。すごいお綺麗な方でしたね。四国か。だからもう最悪ワンチャン撮影なしで、ヒロミさんがプライベートで四国に行くっていうのもありなのかな。ああ、なるほどね。視聴者の方にはお届けできない。ああ、そこそこ。そこもプライベートカメラマン。まあ、プライベートで楽しむだけね。楽しむ。本当に、まあ、彼女。マジ。じゃあ事実上ゼロ人ってことなんだ。まあそうですね。私たちが四国に出向かない限りちょっと難しそうで、出演に関してはモザイクとかしてくれれば出ることは可能って言ってくださったんですけど、こっちに来るのが難しいっていうことだったんで、ね、まあ来ないと思ってたけど、やっぱ数パーセント期待をしてたから、はいはい、なんていうの、 2,3 人ぐらいはこう来てくれて、うん、はいはい、一人一人まあ、モザイクで出てくれてみたいな、はい、もうちょっと期待してたから、だからな結果ゼロか。あ、だからその方に関しては私たちが出向けば会ってくださる。まあまあ、ちょっと難しいじゃん。そうですね、すぐにどうね。だからまあ結果今すぐはもうゼロって感じ。マジ。やっぱりもうちょっと登録者が多分20万人とかいった時に、まだやれば少なからず6万人程度じゃまだ知れてるか。知れてるのはやばいじゃない。言いたいだけじゃない。いや、知れてるでしょ。だってそんなまだ、だって、ね、アウトロー系 YouTuber とかの中ではさ、はいはい、まあ、多少まだある方だけどさ、6万人でさ、うん、もうちょい7万人でしょ、はいはい、こんな全体に比べたら古社じゃん。だって古社使わないじゃないですか絶対。え、古社でしょ。だって古社はマジでやばいですよ。なんだよ、そうだったんだ。全然報告途中経過聞いてなかったから。いや、なんか途中経過言っちゃうと面白くないかなと思って。ちょっと今日ドキドキしてたよ。で、なんならその前に論文の淳さんのドッキリの件あったじゃん、はいはい、あれもあるからちょっと何勘ぐっちゃって、もしかして今日熟女の人来てんのかなぐらい。あ、もう期待しちゃってた。そう、期待しちゃってた。改めて呼びかけてみてもいいですけどね。ちょっと無期限でも募集し続けるっていうスタイル。ああ、そうする？ 2 週間じゃ厳しいですよね。2人来たのも奇跡かなって感じですけど、ちょっと無期限で
本当に会える距離の人で、はい、もうこっちから出向いてもいいしね、会える距離ならもちろん、まあ、関東圏内とかだったら行けるかなって感じですよね。塾上はそのやっぱ譲れないんだよな、若い子に興味がないから基本的にね、やっぱそうだけ NG、 NG、 うん、やっぱりまあそれでもどうしてもという人は応募してきてもいいけど、若い人でもね、うん、ちょっとだから再チャレンジじゃないけど続行、無期限続行、うん、にしてみようか。ヒロミさんはやっぱり20代ぐらいだともう性的な目では見られない、見られないね、最低若くて何歳から見れます、そういう目で。本当に譲って40、あ、じゃあ30代も NG、 NG だね、女性とは見れない、見れない、40でもなんつうの、ちゃんと年相応の40、綺麗、若々しい、そう、年相応のおばちゃんっつったら申し訳ないけど、年相応の美熟女、そうそうそう、っていうかこのチャンネルのあのまた比率昨日チェックしたんですよ。マジどうだった、やっぱ男性が90クブクリン6ってマナブさんの言葉パクりすぎじゃないですか、ちょっとクブクリン、90何 96. 点何パーセントが男性で、やっぱり女性 3.8% ぐらいだったからもう無理なんですよ。変わってないでしょ、変わってないんですよ、ビビたるもんなんですよね、本当に。そんなに男性から疲れるかね、だから毎日100人以上は、うん、最低100人以上ずつは登録者増えてるんですけど、それもすごいけどね、それもすごいんですよ、うん、だけどその100人の中に女性が一体どれだけいるかっていう100分の1とかなんですよね、比で、うん、多分ね、もうそうだろうね、根気強く熟女を求めるしかないんじゃないですかね、もう、うん、そうだね、だって俺さっき話全然変わるけど、はい、また声かけられて普通に、はい、で「ファンです応援してます」っつって、はい、で「写真撮ってください」っつって撮ったのよ、そしたらまあ普通に入れ墨がっつり入ってる人でさ、でまあ普通に自分どこどこですみたいな、その組織の、あ、組織、そう、完全に反社の人がファンでギャングでもないのじゃないか、そうそうそう、本当にアナーキーじゃないけど大ファンすもんね、俺アナーキー大好きだからね、そう、本当だよ、組織名言ってくるって面白いですね、そうそうそう、身元ちゃんと明かした上でそうそうそう、ファンっていう、ファンですよ、ありがたいですね、ありがたいけどね、うん、ちょっとインスタで呼びかけてみます、ヒロミさんのインスタでも呼びかけて、うん、私のインスタでも呼びかけて、うん、まあ、ちょっとファンの方に手を出す形になっちゃいますけど、うん、でも多分 YouTube でやるよりは、うん、インスタの方がまだその女性の方見てると思うんですよね。ああそうかな、女性ってやっぱ男性より、ね、若いし流行り物が好きだから、うん、インスタやってる可能性の方が高い、なるほどね、それもありか、そっちで呼びかけんの、だって別にファンに手出しちゃいけないなんてルールないですから、ね、まあね、大事にしてあげればいいんでしょう、そういうことでしょ、だってそうですね、うん、じゃあまあちょっと続行で、続行でね、はい、うん、じゃあちょっと期待してますんで、はい、皆さんちょっと引き続きよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、じゃあありがとうございました。味わったら最後、右ストレートの切れ味。